はい、どうもハリウッドでございます。シーズハッピーラッキーガチャ、来ておりますね。バックフェスということで、14から、引いていきたいと思います。さあ14はですね、14で合ってますよね、合ってるはずです。一応ここ結構持ってるんですよね。ヤシトラさんもそこそこ持ってて、アルフィノさんのチェインも持ってるんですよ。あとはイダちゃんかパパさん、パパさんも結構いいっすね。まあヤストラさんはブレイブ持ってるんで、確か超絶本能持ってないんですよね。かアルフィノさんかパパ、ここ3点、イダもありだとは思いますね。ということで引いていきたいと思います。さあボーミラ狙いで、ボーミラボーミラボーミラ、ナイスナイスタイミングで押したと思うんで、ボーミラで出ると相当熱いですけど、さあ、ああ、オッケー、しょうがない。これはヤシトラさんっぽくない？違うかな。あ、ですね。お、しかもナイスマテリアやないですか。白マティ塩、ああいいじゃないですか。低角味方全体、もうめちゃめちゃええやないですか。こんなん、いやありがたいっすわ。これでかいっすわ。超確率といってもですね、なかなか確率としては結構引きはいいはずなんで。さあ次は13いきましょうか。13でかな、13だ、13。もちろんライトニングさんでしょう。であとはレインズかな。 ライトニングは奥義と超絶は持ってると思うんで、そこらへん来たらかなり熱いかなと思います。で、スノレインズもちょっと入ってってると思うん でスノーとかノエルさんとかですね、そこら辺揃ってないと思うんで、ライトニングデーさん狙いで OK だと思うんで、はい、ということでライトニング姉さんに一本釣り行ってみたいと思います。さあそれでは引きましょうか。さあ行きますよ、ライトニング姉さん GO。 まずミラボーが出ないと話お話になりませんからね。ボーミラ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 、よし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 、まずはボーミラを引きましたね。さあ何かな何かな、学研のアッツ、これはスノーかな。あーでもこれちょっともしかしたら覚醒っぽっけど違うよね多分。あーチェーンですね、オッケーですオッケーです。そうちょっと似てるんですよ覚醒の。まあまあ OK です。なんだろう。あ、氷っすね。いや、氷が欲しい。あ、すいません。氷めっちゃ欲しい。氷か。水が欲しいんすよね、一番。チェインは。あ、でもしょうがないっすよね。氷のアタックのチェインっすね。OK です。ありがとうございます。氷属性はチェイン持ってたと思うんですよ。水がなかったはずなんで。いや、嬉しいですわ。チェインはね、やっぱ欲しいですからね。ありがとうございます。味方全体、ああこれかなりいいじゃないですか。チェインで味方全体の HP 減少自動回復で合計2000回復で終了ですね。ありがとうございます。これ相当いいですわ、大当たりじゃないですか。ありがとうございます。さあということで次が20かな。さあ次20引きたいと思います。狙いはバンの覚醒は持っとるんですよ。なので狙いとしてはアーシェかパンネロかなと思いますね。アーシェパンネロも揃ってるんで、そこ2つ狙いでいいと思います。バー持ってるんですよね。はい、ということで引いていきたいと思います。いきます。ボーミラボーミラボーミラ OK をしました。ボーミラー1です、まさに。何打ってるか分かんないですけど、さあ来い。うっす、あし、ナイスナイス、スイナーです、スイナー。さあ次、この次です、スイナー。あー持ってるな、これ多分これ持ってますわ。見たことあるパンネロじゃないのかな。ですよね、持ってますよね、持ってました。これファイナルダンスヘルメスーツですね。はい、ということで今回が14から20までですね。
引きました。で次が、11からですね、はい、ということで次の動画も見てくれたら嬉しいです。面白かったらチャンネル登録と、高評価の方もお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。